明日天気になれ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はスタンレーの新商品を紹介します。新商品、はい、うち的に新商品なのかもう新発売なのかちょっと定かじゃないんですけど、はい、このチャンネルで紹介させていただくのは初ということで。いやでも見たことないよ。僕これお店でスタッフさんが検品してる時にパッと見てなんかよく分かんなかったんですよ。というと形が独特じゃないですか、でストローもついてるし。全然佐久間さんも見たことがない。まあ、そうなんですよ。今日は予習してこようと思ったんですけど、あんだけスタンレーについて語ってたのになのに知らない。はい、撮影に挑んでるということなのでちょっと謎を解き明かしつつどういう商品なのか紹介していこうと思います。初見です。どう思いますこれ。何ですか。水筒と蓋付きタンブラーの中間みたいな、うん、これ結構容量多いですもんね。 ねこっちはなんかコップっていうか、あの通常のさ真空パイントのサイズぐらいな、はい、そうですね。これが 414ml で、こっちは887。あ、でかいっすね。倍以上だ。で、いつもご紹介してるのがこれなんですよね、はいはい、横に置いてみるとちょっと背高いけど、まあほぼ一緒って感じですね、はいはい、じゃあこれ一体何なのかということをちょっと見ていきましょう。はい、商品名は真空スリムクエンチャーと言います。ストローがついてますね、うんうん、ということなので、うん、飲み物が入ってたらそのまま飲めますと。じゃあ固いストローですよ。ああふにゃふにゃのやつじゃん。ストローは繰り返し使えますと、はい、このちょっとスリムになってるじゃないですか、はい、これは車のドリンクのポケットに入るらしいです、はいはいはい、なるほどなるほど。それはありがたいですね、うん、めっちゃ便利ですね。これ相当インパクトありますけどね、うん、車って、はいはいはい、まあでも車乗ってる時って何か開けながら飲むとかよりこのまま飲めた方がいいですよね。そうですね。そうですね。こうよ、うんうんうん、蓋がなんかちょっと特徴があって、まあ、ストローに置きますと回すみたいですね。回すとこういうことだ。これ飲み口が出てくるってことはこう飲むこともできると、はいはいはい、熱いものとかはこれだと辛いですよね、うん、熱すぎるから、うんうん、でさらに要はこれは外しちゃえばいつものやつって感じですよね、はい、パーツが増えた。そうですね、2ウェイとか3ウェイとかそういうことですね。ストローを刺します、うん、飲み口をこうできます、はい、蓋にもできますを1つと取れるんだったらこれだけで3ウェイですし、うん、これも1つに加えられたら4ウェイみたいな、うんうん、あ、コストも結構なんか密閉性高い感じなんね。絶対こぼれない感じしますね。ただ水筒ではないみたいです。はい、まあ、でもこれオフィスとかに置いとくのもいいし、あと車の中は結構一番いいかもしれない、うん、そうですね、うん、またあれじゃない、温度比較しないとダメです。そうですね。前回あのこちらの方でちょっと意外な結果になってしまったというのがありまして、うん、でもこれ蓋ついてるから強いですよ多分。強い。これはねブルードに勝てますよ。これはやんないとダメですねやっぱ蓋付きって結構大事で、キャンプの時とかもそうなんですけど、灰がこう入っちゃうのを防ぐとか、まあね、外で使ったら虫、そうですね、入ったりするんですね。それすごい嫌なので、あとストロー付きだとお子さんこぼしちゃったりしないかなと思って、うん、あ確かにね。これ仕事の時いいくないですか。いやいいと思う。500のペットを2本とか飲む人はこれに入れて持ってった方がいいですよね、うん、いいですね。こっちでもありだな。ありだね。てかこれが一番良くないですか、うん、大は小を兼ねるから確かに私スタンレーの中でこれが一番いいいいよね今まで。で多分だけどストロー使わないよね。多分このくるくるでなんとかするよね。いや使いますね。使うか、はい、だって女の人はグロス塗ってたりとかリップ塗ってるので。僕もストローいらなくねって最初見た時思っちゃったんですよ、うん、それ今話聞いて そういうことねって。なるほど。女の人だってここから飲んだらここが汚れますもん。もうさあの女の人はさ飲み口最初から赤くしといてくれって感じだよねカフェタイムとかしてちょっと嫌だ。あ、そっかでも色もめっちゃ可愛い。この色がすごい可愛い。スタンレーの公式のホームページ見てみたらめっちゃ可愛い色増えてるんですよ。淡いピンクとか、うんうん、ビビッドな感じの黄色とか、はいはい、結構女性をターゲットしてるのかもしれない、うん、あ前のでも感じでも多分全然ね女性向けしてたけどね。
なんだ、でもなんか若い世代とかはああいうごつい感じのデザインっていうのはあんまりなんじゃないですかね。だったらピンクとか。私は若いみたいな感じで言ってますけどね。いや私はなんかこういうちょっとメンズっぽい感じのものも好きですけど、アウトドアとか全然やらない人からしたらやっぱりちょっとごつすぎるなっていうイメージはあったのかもしれない。そうかもしれない、うん、なるほどね、なるほどね。すごい進化してるんですね、うんうん、やっぱ定期的にやんないとダメですね。そうですね、なんでこの形になったんだろうとすっごい疑問だったんですけど、うん、なんか用途があんまり謎な感じしましたけど、うん、パッと見だとそうだったんですけど、いろいろ改良したんだね、使いやすくして。そうですね、そうか、あとは女性をターゲットに始めてるのではないか、うんうんうん、そうだね、はい、めっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい。気になるお値段なんですが、はい、414ml の方が3850円、結構安くないですか。安いですね、うん、なんか5000円ぐらいすると思ったけど。そうそうそう、でこの大きい方が6490円。あ、まあ容量が全然違いますからね、うん、結局ね3例紹介すると、ね、毎回欲しくなるっていうパターン。欲しくなるね、買っちゃいそうだもんね。いや本当なんか今日は調べてないっていうのもあったんですけど、これどうなのっていう方向に持ってこうと思ってたんですけど、実はめっちゃいいじゃんっていう結果に終わりますね。さすがだ。真空スリムクエンちゃんですね、はい、が、ナチュラルハイのオンラインショップでもご購入いただけますので、ぜひ買いましょう、見てみてください。スタンレーの新作のご紹介でした。よろしくお願いします。お願いします。クエンちゃん、クエンちゃん、飲めんちゃじゃん。そんな変な名前つけるわけないじゃないですか。つけないな。ダジャレみたいな。